お前らが7代目の息子か。五越道主第40班の糸井鶴。というわけだ。お前たちが今後どの班になるかは追って連絡が来る。俺ならお前を役立てられる。一緒に来い。鬼熊円子だな。最近悪さしたことを吐き、今まで拷問をしてきた中で恐怖に耐えられた者などいない。俺くらいになれば恐怖を感じることもないがな。その程度の三文芝居で俺を騙せると思った？つけ上がるんじゃないぞ、クズが。いいだろう。たっぷり後悔させてやる。こいつ、少なくともこいつがカラの一員だって主張自体に嘘はなさそうだな。